主力艦とは、ある国の海軍において、主力の役割を務める戦闘艦を指す。通常は公式に定義された概念ではないが、戦略上の海軍の取り扱いにおいて有益な概念である。各国を比較するにあたり、その詳細に立ち入ることなく比較するためにも用いられる。戦闘艦の主目的は、海戦で他国の戦闘艦と交戦し、勝利することである。 主力艦は、この海戦において、主力を務める艦種である。これに対して、作敵、偵察、野修などの付随する目的に従事する戦闘艦は、補助艦とされた。19世紀末に全校生の軍艦が登場するまでは、イギリス海軍の等級制度に照らし合わせて1等から3等までに、相当する艦が、戦列艦、つまり、主力艦として考えられた。 4等以下の艦は、その使い勝手の良さや快速を生かして、偵察などに使われる補助艦であった。1800年頃の等級分類は以下の通りである。20世紀、とりわけ第一次世界大戦と第二次世界大戦にあっては、戦艦と巡洋戦艦が主力艦とみなされていた。海戦は戦艦と巡洋戦艦の砲戦により、勝敗を決するものとされた。 潜水艦、駆逐艦、そして一部の巡洋艦が装備する魚雷は、戦艦をも撃沈する能力を備えていたが、使用できるシチュエーションが限られ、命中率も高くなく、偶発的なものとみなされ、これらの艦は補助艦とされた。これらの艦の目的は、偵察や策的、通称破壊及びその阻止、そして、主力艦の護衛であった。 しかしながら、イギリスで誕生した巡洋戦艦は、概念としては巡洋艦に属し、敵が巡洋艦以下であれば砲力で圧倒し、敵が戦艦であれば、速力で逃げることができるというものであり、敵戦艦に対抗し得ない艦を主力艦と扱うのは疑問符がつく。またもし巡洋戦艦軍同士が対戦した場合は、たとえ形勢が悪くなっても、速力で逃げることはできず、 その防御力の優劣が大きな結果をもたらす。実際に、ユトランド沖海戦では、戦艦軍が到着するまで、巡洋戦艦軍同士が相手を誘導し合う海戦となり、イギリスの巡洋戦艦側は多大な損失を被り、コンセプトは失敗とされた。1920年代から30年代に、締結されたワシントン海軍軍縮条約、ロンドン海軍軍縮条約では、 主力艦を定義したことがある。ワシントン海軍軍縮条約における主力艦は航空母艦を除く基準排水量1万トン以上の排水量を有するか合計203ミ、mm、リメートル以上の方を有する艦であった。ドイッチラント急走交換は艦隊こそ1万トン未満だが強力な方自からを有しており、イギリスがポケット戦艦としたように概ね主力艦と みなされていた。また、アラスカ級大型巡洋艦は、名前こそ巡洋艦だが、実質は、巡洋戦艦並みの巨艦であり、主力艦に含めて考えられる場合もある。また、遅くとも1942年の末には、航空母艦も、また主力艦としてみなされるようになった。実際の戦火により、航空機による戦艦の撃沈が、偶発的なものではなく必然のものと、 確認されたからである。従順洋艦は、戦艦の保有数が条約で削減されたこともあり、全時代より重要性が高まったにもかかわらず、条約によって、排水量と微放光景に厳しい制限を受けたため主力艦とは、みなされなかった。そもそも主力艦たる戦艦すら放火を交える機会は、そう多くはなく、空母に主力艦の役割を譲っていく状況であった。 第二次世界大戦後は、戦艦は衰退へと向かい、航空母艦が主力艦とみなされるようになった。火力は、艦載機の数と性能に依存し、艦船自体の艦砲やミサイルによるものではない。アメリカ海軍は90機近い航空機を運用可能な超大型空母を複数保有し、他を圧する勢力となっているばかりか、強襲揚陸艦も他国の部位、エストール機を運用する。 軽空母に匹敵するだけの性能を有している。一方で、ソ連海軍は、ミサイル装備の戦闘艦を充実させ、アメリカ海軍の超型空母に対抗した。黄色普及、ミサイル巡洋艦は、第二次世界大戦当時の主力艦に匹敵する大きさであり、新たな巡洋戦艦として考えられた。弾道ミサイル潜水艦は、初期の戦艦に相当する排水量を有する。 重要性の高い艦であるが、核抑止の一部を担う艦であって、伝統的な主力艦のように正解系を保持すべく、運用されることはない、新たな主力艦である。アメリカ合衆国とイギリスでは、弾道ミサイル潜水艦に、かつての戦艦と同様の命名を行っている。ソビート連邦の崩壊により、冷戦が終了した現代では、 もはや大規模な海戦を想定できる状況ではなくなり、従来的な意味での主力艦は役割を終えている。アメリカ海軍は未だに多数の原子力空母を保有しているが、湾岸戦争やイラク戦争で示された通り、低強度紛争の鎮圧が主な任務である。また冷戦とともに、弾道ミサイル潜水艦もその役割を終えており、現代もなお保有が続いているのは、 冷戦後直ちに核抑止戦略を放棄することはできない事情によるものに過ぎない。ただし、単に数の上でその海軍の主力を成している。艦艇という意味で、主力艦という語が用いられることがある。空母を保有しない多くの海軍において、この意味で主力艦たるのは駆逐艦、もしくはフリーゲート、コルベットである。現代の駆逐艦は、大水上艦、対空、 対戦のそれぞれの装備をバランスよく装備したものであり、フリーゲート以下も部分的ながら同様の装備を持ち、かつての対艦戦闘に特化した主力艦とは性格が異なる。軍事要素を含む SF では他の海軍用語と同様に大型軍用宇宙船に対してこの方が使用されている。ありがとうございます。